チューダーのアドバイザーという時計ですね。でこれはまあベルマチックとかまあアラームですよね、まあ、メーカーによって言い方違うと思うんですけど、アラーム機能がついてる時計ですね。ロレックスになくてチューダーにあるという時計がいくつかあるんですけど、これもその一つですね。アドバイザーっていうペットネームで販売されたものだと思います。まあケースも、まあ、なんか変わってて、まあ防水性があるんだかないんだかわかんないですけど、なんかロレックスのスクリューバッグとはまたちょっと違うケースですね。まあ、多少防水性があるような気がしますけれども、それで、まあ、どれぐらい、まあ、汗とか、それぐらいは、まあ、良かったんじゃないかなっていう感じですね。で、リファレンスで見ると、そう不思議なんですけど、10050ってなってて、まあ、ロレックスにも1005っていうのがあるんで、ちょっとなんかダブってるような感じがしますけど。で、機械はですね、こういう、アラームが鳴る機械なんですけど、303475って機械入ってました。これがなんかどこの機械かちょっと調べてみてないですけど、まあ多分チューダーはエタ使っているので、まあ、エタかなとか思ってるんですけれども、まだ調べてないです。確実にどうかっていうのは分かりません。17世紀の、まあ、独特な時計ですよね。うん、ケースもロレックスのケースなのかどうかよくわからないですし、チューダーのマークが、古いマークが入ってますけど、どうなんでしょうか。まあこういう時計があったんですね、昔ね。よくわからない時計です。まあでも珍しいかもしれませんね。珍しいんじゃないですかね。最近チューダー人気出てきたんで、まあこういう時計も参考にはなると思います。ただしリファレンスも10050っていう不思議なリファレンスですし、まあシリアルも入ってますけど、まあ、よくわかんないです。一時、こういうの出したんですね、チューダーが。はい、そういう時計です。面白いですね。